桜橋という名前の通り、この橋で桜の花と桜を楽しんでいただけるようにという意味で、この橋が作られました。 この桜の葉っぱが3枚というちょっと変わった桜餅なんです。やはりこの桜のシーズンとかになりますと、開店と同時にすぐに売り切れてしまうのが人気商品です。江戸の銘菓としても知られています。そしてこちらの桜橋をくぐりまして、今度ね、前方にご覧いただけるのはかなり遠い橋なんですが、あの橋が白髭橋と申します。あのような鉄筋コンクリートの橋になる前はですね、木造の橋だったんです。木の橋でした。この辺りに住む方